小野の妹もの墓です。規模は東西が15メートル、南北10メートル、高さ3メートルの楕円形で、元は円形墳であったと思われます。小野の妹もの生物は不詳なんですけれども、大見の国、死が小野村の出身で、第2回、第3回の遣隋使として派遣されています。 中国の歴史書である隋書にはですね、607年に小野の妹子が隋に持参した日本の国書の中に、非譲るところの天使、小を非没するところの天使にいたす、辻がなきやという、えー、内容に、あの、隋の皇帝が大変起こったと、まあ、記されているところはよく知られているところです。 この塚がいつ頃、尾野の妹子の墓と言われるようになったかというのは不明なんですけれども、江戸時代の河内名所図絵にはすでにですね、おのの妹子の墓として記されています。この墓が現在のように立派に整備されたのは大正11年のことで、この修復には、華道の池の坊によってなされ、なされました。聖徳太子建立とされる長宝寺、 えー、六角堂京都の六角堂の初代住職が、尾野の妹子で、毎日仏様にお花をあげていた、っていうのが稼働の始まりとされています。その六角堂の住職を兼務しているのが池の坊の家元であることから、尾野の妹子が稼働池の坊の同祖とされています。毎年、尾野の妹子の命日とされる6月30日には、池の坊による同祖、 小野のい子母前祭が行われ、家元はじめ全国の門弟により、小野のい子の母前に献花されています。